後半戦はクラブベアーズのキックオフで再開する形になります。キックオフいたしますのはクラブベアーズ83番のユキタです。近畿大学出身のプレイヤーです。エイジ46、年齢としてはやはりオーバーザフィールギャムというところですが、しかしこのユキタはかつて、クラブ、ジェイスターズ、現在はトライオクシスですが、富士ゼロックスがスポンサーとし X1 で戦っていた当時の、メンバーの一人でもあります。さあクラブアイランドはこれに対しリターナーを2枚固めていくようですね。2人の選手を構えております。番号の方はちょっと確認漏れましたが10番と21番でしょうか。後ほど確認したいと思います。さあクラブアイランドリターンに入りました。さあ左方向の展開を図りましたが、これはクラブアイウェアーズがカバーしている形になっております。リターンに入っていたのはどうやら81番をつけている選手の模様です。クラブアイランズ81番は、片瀬、関西学院大学出身のプレイヤーです。クラブアイランズはこのリターンによりまして次元20ヤード間攻撃に入ります。クラブアイランズファーストダウン10、ナイスダウン、ファーストダウン。ここでクラブアイランズはランプレーを展開しました。ランニー枠42番ハンドオフを託されまして左オープンを展開。このランによりまして見事なゲインしまして一発で攻撃権更新を果たしております。クラブアイランズファーストダウン、まずは山崎が素晴らしいランを見せまして状況を一つ進める形になっております。さあクラブアイランズ攻撃継続しましてボールオン自陣32ヤードからのファーストダウン点、このパスは不成功。クォーターバック6番、左に展開していたレシーバーにめがけてパスを投じましたが、しかしこのパスは不成功となっております。ダウン1つ変わりましてセカンドダウンに変わります。クラブアイランズセカンドダウン10、ここでランプレーによって突破を図らんとランニーバックにボールを託しましたが、しかしここでクラブベアーズのディフェンス陣が殺到、番号の確認が漏れておりましたが、しかし素晴らしいロスタックル決めましてこのランを阻止しております。どうやら66番のプレイヤーです。クラブベアーズ66番の斉藤が素晴らしいプレーを披露しました。立命館大学出身のプレイヤーです。さあクラブアイランズサーダウン15の状況突破になるでしょうか。パス不成功。ここで左奥を走り込んだレシーバーにパスを投じました。一気にこの状況をパスで打開図らんというところでしたが、しかしレシーバーはこれをキャッチできずパス不成功でフォースダウンに変わります。クラブアイランズフォースダウン15、パントフォーメーションを取ります。このパントはハーフウェイ付近まで飛びましてこの位置で攻守交代と変わります。攻撃権変わりまして、テイクオーバーでクラブベアーズに攻撃権変わりました。
ハーフウェイ付近からクラブベアーズ攻撃に入ります。クラブベアーズファーストダウン10。さあまずランプレーを展開。キャリア33番、ハンドオフから中央付近突入しまして、そこから左にバンナーとオフタックル付近に切り替え、約6ヤードのゲインに変えております。まず最初のランを決めましたのはランニングバック33番の中野です。大阪芸術大学出身のプレイヤーです。クラブベアーズセカンドダウン4。パス成功、パス。クォーターバックここで左に展開しておりました14番にパス。これを14番見事伸び上がるようにキャッチしまして攻撃権更新果たしております。クラブベアーズファースダウン。見事なパスキャッチを決めましたのはクラブベアーズ14番の佐藤でした。日本大学出身のプレイヤーです。クラブベアーズ相手陣38ヤードからファースダウン10。インターセプト、ターンオーバー。ここでクラブベアーズパスをさらに重ねてまいりましたが、しかしここでクラブベアーズアイランズ70番がインターセプト。これによりまして攻守交代、ターンオーバーになりまして、攻撃権はクラブアイランズに移ります。まさにパス攻撃で状況をさらに進めんというベアーズのクォーターバック6番杉谷の攻撃を見事断ち切りましたのはクラブアイランズ70番の、松坂でした。近畿大学出身のプレイヤーです。さあクラブアイランズファーストダウン10に入ります。左サイドへのワンプレー、キャリア42番、スピードに乗って左オープン展開を図りましたが、しかしこれはクラブベアーズ阻止しましてセカンドダウンに変わります。クラブアイランズセカンドダウン10。ここでホイッスル、イエローフラッグが投じられております。素晴らしいディフェンスを披露しまして、ドラフト阻止シーンのカードを押すに変えて
ここでクラブアイランズが後半1回目のタイムアウトを取りました。アメリカンフットボールは双方ともに前半後半3回ずつタイムアウトを取ることがことができます。まずここでクラブアイランズは状況を立て直さんとタイムアウトを取りました。YouTube でこの試合をご覧いただいている方は、チーム名の下側にあります黄色いバーの残数がその両チームのタイムアウトの残り数ということでご承知いただければ幸いに思います。さあタイムアウトを解けまして試合再開となります。クラブアイランズセカンドダウン15、不成功。クォーターバック6番プレッシャーを感じながら左に展開したレシーバーにパスを投じましたがあわやインターセプトにならんという非常に危険な状況に入りました。しかしプレーとしてはパス失敗しましたのでサードダウンに変わっております。クラブアイランズサードダウン15、ここで反則が発生しております。イエローフラッグが投じられました。オフェンスの反則です。ディレイオブザゲーム、制限時間内にプレーを始めませんでした。オフェンスには制限時間があります。この時間内にプレーをしないと5ヤード抜体となります。従いまして5ヤード下がりましてサードダウンやり直しとなります。試合再開です。クラブアイランズサードダウン20。パス成功。クォーターバック6番。プレッシャーある中、右に展開した1番にパスを通しましてキャッチアンドラン破壊されました。しかしこの状況をベアーズディフェンス陣が対応しましてフォースダウンに変えます。クラブアイランズフォースダウン16、パンプフォーメーションを取ります。
この状況パンターがボールをジャックルしました。なんとか拾い上げ蹴り出す形になりましたが、相手チーム陣47ヤード付近で外へ出まして、この位置で攻守交代となります。攻撃権変わりましてテイクオーバークラブベアーズに攻撃権変わります。さあクラブベアーズは自陣47ヤードからの攻撃開始となります。クラブベアーズファーストダウン10。パス成功、ナイスゲーム。クォーターバック左に展開していくワイドレシーバー12番にパス。12番ディフェンス佐藤須中ステップワークを使いまして約8ヤードのゲインに変えております。まず最初のパスキャッチによってゲインを果たしましたのはクラブベアーズ12番の小田でした。大阪産業大学附属高等学校出身のプレイヤーです。クラブベアーズセカンドダウン3。パス不成功の判定です。クォーターバックの番今度は右側に展開していたレシーバーにパスを投じましたがレシーバースリップしましてこのパス確保なりませんでした。パス不成功でサードダウンに変わります。パスのキャッチは膝がついている状態でキャッチしても構いません。しかし先ほどは確保そのものができませんでした。クラブベアーズサードダウン3。パス成功ファーストダウン。クォーターバック6番右に展開していたワイドレシーバー1番にパス。1番これを見事にキャッチまして攻撃権更新です。クラブベアーズファーストダウン。見事なパスを投じましたのはクォーターバック6番の杉谷、大阪体育大学出身のプレイヤー。そして袖を取りましたがワイドレシーバー1番の杉田でした。日本大学出身のプレイヤーです。さあ攻撃権更新しましてクラブベアーズファーストダウン10。クォーターバックランプレーで前進いたしました。パスを投じんと下がりましたがディフェンスのカバーよしと判断しまして QB スクラム緊急発進のランプレーを展開しました。この判断構想しまして左サイドラインへ駆け上がり このランにより約7ヤードから8ヤードのゲインを果たしております。軽やかなフットワークを見せましたのはエイジ53クォーターバック6番の杉谷です。かつて関西学生ならしましたアスリートクォーターバックその見客衰えずといったワンプレーでした。さあセカンドスリーの状況今度は外へ振ります。しかしこれはアイランズナイスディフェンス。今度は外にランニングバック12番振りましてそこへのパスを投じそこからキャッチアンドランを図るという形を展開しようとしましたがこれはクラブアイランズディフェンス陣も殺到しましてこの攻撃ノーゲインに変えております。サードダウンに変わります。ここでクラブベアーズ選手を中央に固めましてパワープレーに入りました。ショットガンフォーメーションですがそこからランニングバック45番にハンドオフブロッカーともども一気に流れ込むように攻撃権更新といたしました。クラブベアーズファースター。見事パワープレーによる攻撃権更新を果たしましたのはクラブベアーズ45番の川端でした。北大津高校出身のプレイヤーです。さあクラブベアーズ相手陣からのファーストダウン10。さあクォーターバックここはスクランブルとしました。
パスを投じんと下がりましたが、しかしディフェンスカバーよしと判断し、右に流れつつターゲットを見ながら、しかしスクランブルに転じました。この判断によりまして、ラク6ヤードのゲインという形になっております。非常に老快な、経験豊富なテクニックを、ここはクォーターバックの杉田に見せました。ここで第3クォーター終了となっております。第3クォーター終わりまして、クラブベアーズ14点、クラブアイランズ6点。双方向きを変えまして、これより最終クォーター、第4クォーターに移ります。